皆さんこんにちは、ぬるぬるのアライグマです。今日は BBM ベースボールカードルーキーエディションを開封していきたいと思います。このシリーズが何かというと、2024年シーズンのルーキー121名がこのプロダクトで初めてカード化されます。育成選手49名もカード化されます。ちなみに育成選手がカード化されるのはこのプロダクトだけです。基本的には金だったり緑だったり青だったりっていう白サインが入ってたりします。だいたい箱に2枚ぐらい入ってるかなと思います。で、あとは写真違いのシークレット版っていうカードがあったりとか、で、あとは2年目以降の選手のサインカードも入ってることがあります。で、その他にドラフト1位スペシャルカード交換券っていうのがあって、30枚限定で入ってたりもします。で、最後に、ルーキーサイン色紙交換券っていうのがあって、各選手1枚限定のカード、交換券のカードがあるので、これを当てれればもうめちゃくちゃラッキーだと思います。ちなみに過去に出た大谷選手の銀箔サインカードで、ヤフオクで479000で売れてました。いや、えぐすぎ。なので、それぐらい初めて出るカードっていうのは価値が高いので、まあ、ここでいい選手を引いてね、将来頑張ってほしいなと思います。それでは、早速、開封していく!はい、ここでいきなり写真違いのシークレット版出てきました。で、これ何が違うかっていうと、右下にこう、左下と BBM の文字があるんですけど、黄色と黒があります。で、黄色はシークレット版です。いきなりちょっと出てきましたね。しかもドラフト1位ルーキーの細野投手ですね。最速158キロ左腕で投げます。将来戦めちゃめちゃ楽しみですね。はい、で、インサートカード出てきました。スターティングポイントですね、中日の柳投手ですね。こんな感じでちょこちょこインサートカードも入ってます。はい、で、この村田選手なんですけど、なんかドラフトのなんか特番の時にもちょっと取材されてましたね。めっちゃ体大きくて、仏教とかのなんか大学に行ってるみたい で、その大学からのプロ野球選手はもう初めてこの村田選手がなったらしいですね。はい、阪神のドラフト1位投手の下村選手が出てきました。はい、ロッテの松石選手のホログラムカードが出てきました。育成選手ですね。で、シリアルは100です。育成選手は白サインとかがないので、こういったホログラムっていうのがあるみたいですね。はい、ヤクルトドラフト1位の西舘投手ですね。なんか入団前に X でいいね欄、 X のいいね欄に結構すごいなんか卑猥な画像がいっぱいいいねされてて、ちょっと物議を醸した選手ですよね。まあ、ちょっと楽しみですね。
はい、ここで白サイン出てきましたね。阪神ドラフト4位の百崎選手です。緑白サインが出てきました。緑白サインは、シリアルが50になります。裏面右下に、50と書いてます。シリアルは9でしたね。この百崎選手、甲子園出てましたね。結構特集とかネット甲子園とかで名前知ってましたし、どんな選手かも見てたので、すごいちょっと当たって嬉しいですね。もともとなんか東海大相模に行ってたけど、まあちょっとうまくいかなくて、熊本の東海大熊本星翔高校に行って、まあ甲子園に出たっていう選手ですね。はい、次はロッテのドラフト1位の上田久斗選手が出ました。キュートと書いてキュートと読むみたいですね。もう本当に野球するためにつけられた名前みたいでかっこいいです。はい、そしてもう一枚白サイン出てきました。しかもこれブルー白サインですね。堀柊那選手出てきました。オリックスの選手です。ブルー白はシリアル25です。これ結構珍しいかなと思います。ドラフト4位ですね。この堀選手なんですけど、会見の時にちょっと質問されて、パリーグってどっちですかって言ったみたいで、結構こう天然なイメージがちょっとある方もいるかなと思います。まあ、高校時代は報徳学園で選抜準優勝してますし、実力はあるんでね、オリックス入ってこれからも頑張ってほしいです。はい、そして巨人のドラフト1位の西舘投手出てきました。クイックめっちゃ早いです。はい、これからのちょっと巨人をね背負っていってほしいなと思います。はい、楽天のドラフト1位小蛇投手が出てきました。オリックスのドラフト1位の横山選手出てきました。ドラフト会議の時にいきなり高校生野手でドラフト1位指名されたんで、ちょっとびっくりしましたよね。まあそれだけこう期待されてると思うんでね、ちょっと楽しみですね。
はい、細野投手の、通常版も出てきました。なんでこれで通常版と、シークレット版揃いました。微妙にやっぱり写真違いますよね。はい、ということでこれで全てのカードをちょっと剥き終わりました。一応、結果なんですけど、松井選手のホログラムカードと、あと細野選手の写真違いシークレット版と通常版のカードですね。で、桃崎選手の緑白サイン50シリです。で、堀柊那選手のブルー白サインカードですね。シリアルは25です。はい、一応結果としてはこんな感じになりました。結果としては非常に良かったかなと思いますね。銀白と金白だけしか出ない時もあるみたいなんで、もう緑と青も出てくれたんで非常に良かったと思います。で、またその白菜もね、高校生のドラフト選手なんで、まあ、これからめちゃめちゃ楽しみですね。応援していきたいなと思います。まあ、通常のボックスと比べても、まあ、金額もちょっと安めなんで、まあ、比較的こう初心者の方も買いやすいボックスかなと思います。これから買ってみようかなっていう人とか、まあすでに買ってこんなカード当たりましたよとかあればまたコメントしていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。